水谷&佐藤コーチ新特訓を始める。日本ハムの水谷俊外野手23がひたすらノックを打ち込む陳練習を行った15日千葉県鎌ケ谷市の球団施設で行われている秋季練習に参加。室内練習場で佐藤智明ファーム打撃コーチ46のマンツーマン指導の下、約300球黙々とバットを振り込んだ。ライナー、フライ、ゴロなどの打球角度と打球方向を佐藤コーチが指示、言われたところに狙って淡々と打つ作業。イメージと体を一致させるのと、自分でどこに打ちたいか決めて、それに対して逆算してボールを投げて、自分で空間を作って打つっていうのを狙ってできるようになること、水谷は練習の中身を説明した。これは期待できそう、おもろい練習してるな、佐藤コーチも有能だから期待できる。水谷は佐藤コーチと出会えたのも良かったな。八木コーチも水谷をしてるな、来年は一番に定着してほしいって。水谷、佐藤コーチに言われてホームラン30発目標だってさ、頑張ってほしいね。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。